数々のスポーツ選手が並ぶ中、注目は何と言ってもこの方です。メジャーリーグで MVP を受賞した大谷翔平選手。小さな顔と鍛えられた筋肉がうまく表現されています。スポーツ界ではオリンピックの柔道で兄弟同時に金メダルに輝いた安倍一文選手と宇田選手や 昨日完成したばかりだという日本ハムのビッグボス新庄剛志監督も選ばれましたまた今年総理大臣に就任した岸田文雄氏やノーベル物理学賞のメダルを授与されたばかりの真鍋淑郎さんなど合わせて10点の羽子板が並びました代わり羽子板は明日まで東京の9月本店で展示されます